世界の強豪に勝っても何も驚きはない。そう語ったのは元日本代表監督アルベルト・ザッケローニ氏。中田英寿氏との対談をしていた時の言葉です。ザッケローニ氏が日本を率いてた時代、日本代表はザックジャパンの愛称で親しまれていました。そんなザッケローニ氏が海外のインタビューで日本のサッカーに関して話していました。10年以上前から日本サッカーの成長を確信していたというザッケローニ氏。最近の日本代表の強さやカタールワールドカップを振り返り、ドイツ、スペインを破りベスト16に進出したことをどう評価したのでしょうか。また成長を続ける日本ですが大きな欠点もあると述べています。ぜひ最後までご覧くださいませ。ザッケローニ氏が語る日本の変化。2010年日本代表監督に就任したザッケローニ氏、彼のキャリアにおいて母国イタリア以外の監督を務めたのは初めてのことでした。過去にはセリエ A のビッグ4と呼ばれるミラン、インテル、ユベントス、ローマのうち3クラブを率いたことのある名将です。この経験がある人物はカペッロ氏、トラパッドーニ氏、ザッケローニ氏のたった3人しかいないのです。当時セリエ A は現在のプレミアリーグにも匹敵するような規模と人気を誇っていました。例を挙げればマンチェスターシティ、マンユー、リバプール、アーセナルのうち3クラブを率いた経験があるようなものです。当時イタリアではトップ下多く 3-4-1-2 が主流。しかしミラン時代、ザッケローニ氏はサイドを重視した超攻撃的スタイルで一世を風靡し、イタリアで最も攻撃的サッカーをする監督として脚光を浴びました。当時ミランでプレーしていたレオナルド氏は、面白いのは左利きの僕を右に、右利きの選手を左に起用したことだよ。システムにとらわれず選手の特性を生かすのがうまかったね、とザッケローニ氏の攻撃的なシステムを評価していました。2010年に日本代表監督に就任するまでにミラン、ラツィオ、インテル、トリノ、ユベントスで監督を歴任。当時長友佑都選手がインテルへ移籍できたのはザッケローニ氏の推薦があったからであると言われています。そんなザッケローニ氏ですが日本代表の活動について言及しているようです。私が見慣れていた日本代表とは異なる。以前よりもずっと結果主義になった。それから持久力に関して偉大なクオリティも持っている。終盤に全力を出し切るチームなので、勝っていたとしても警戒を緩めてはならない。終盤にパフォーマンスが低下すると考えるかもしれないが、決して低下しないと当時との変化を語り、私が知っている日本代表は自らのプレーをするチームだった。だが現在は相手にプレーをさせるチームになったと言える。スペイン戦では非常に低い位置に10メートル間隔で2本のラインを敷いて守り、辛抱しながらプレーし、素早いカウンターを仕掛け試合を覆すことに成功したとカタールワールドカップでの日本について言及しました。またロシアワールドカップについて、今回のワールドカップでの日本代表を振り返って一番に思い浮かぶ言葉は誇りだ。彼らを指導したことは私にとって大きな誇りだよ。何人かの例外はいるが、ロシアでプレーした選手たちのほぼ全員を指導したんだと、ロシアワールドカップに出場した日本の選手を率いたことを誇りに思うと語っています。さらに、彼らのユニークさ、そしてインターネット上で大きな注目を集めているベルギーに敗れた後のゴミ一つないロッカールームの写真を誇りに思っている。あれを見ればサッカーに限らず私が誇りを感じる理由がわかるだろう。たくさんの驚きのコメントを読んだが、日本人を知る人なら意外には思わなかったはずだ。実際私には驚きではなかったよと、世界で話題となったロッカールームの清掃についても称賛しています。試合後の日本のロッカールームで何が起きるか教えてあげよう。最初の選手がユニフォームを脱ぎ畳んで床に置く。そして他の選手も同じようにして、最後にはユニフォーム、ショーツ、ソックス、下着の4つの山ができる。選手たちが服を選択する人に対するリスペクトを持っているからそうなるんだ。こうしたことは日本で生活しないと想像するのが難しい。私たちイタリア人は誰かが掃除してくれると思っているから何でもほったらかしにすることに慣れてしまっている。東洋のいろんな国に行ったが、こうしたクオリティを持っているのは間違いなく日本人だけだ。彼らはアジアの他の国とは全く違うと日本を評価しました。日本の欠点。その一方で日本に欠けているものについても語っています。彼らがワールドカップを去ってしまったのは残念だよ。敗退するには値しなかった。ベルギー最高の選手たちをコントロールし本領を発揮させていなかった。残念ながら結局日本は非常にナイーブだった。
なぜならマリツィアというのは彼らの文化 DNA には存在しないからだ。戦術的なファウルが必要だったかもしれないが、こうしたことは彼らは考えない。日本ではポルトガル語で知られるマリツィアはずる賢さと解釈されることが多いですが、同時にそれは自己の利益のために相手に害を与える行為であり、勝利という目標を達成するために相手を出し抜くことでもあります。このような誠実なプレーが日本の唯一の欠点だとザッケローニ氏は述べています。ベルギー戦の間、私は日本を応援し勝利を願っていた。ほとんど全ての選手を知っているから、まるでベンチで指揮を取っているような気分だったよ。彼らのプレースタイルは私の時代と同じで、マリツィアの欠如も同じだ。それはブラジルでも我々の敗因だった。ザッケローニ氏と同じくイタリア氏ラレプップリカも、もし私たちが毎日30分あるいは15分や10分だけでも日本人のように振る舞えたらどんなに良いだろう。ありがとうと言い、真面目で情熱的で過剰反応することがなかったら、辛い結果を静かに受け止めることができたらと報じています。もちろんザッケローニ氏は日本の欠点をネガティブに指摘をすることはありません。素晴らしい試合を展開した日本のフィールド上での態度は立派なものだった。正しい行いをする真面目な選手たちがそれぞれの役割を果たしていた。理由のないラフプレーも無意味な抗議も人を欺くこともしない。なぜなら彼らはネイマールではなく日本人だからだ。彼らは決してワールドカップで優勝することはないだろうが、それはそんなに重要なことだろうか。またしかし日本人にとってマリツィアの欠如は問題にはならない。代表チームに対する熱意とリスペクトは非常に大きく、ベスト16進出は日本人にとって誇りだ。日本人は敗退を世界の終わりではなく、より経験を積んで進歩するためのチャンスとして捉えるんだと、今後の活躍に期待しました。今年2月、ザッケローニ氏は自宅で愛犬をかばおうと転倒し、頭を強打したことで入院したことが話題となりました。その後、3月に退院。地元紙は、彼が完全に目を覚ました時、最初に尋ねたことは、サッカー界に関するニュースやサッカーに関わるイタリア国内外の知人の情報などだった。と、今もなおサッカーに対する情熱は失っていないようです。日本がワールドカップベスト16を突破する瞬間をザッケローニ氏に見せることはできるのでしょうか。ドイツを撃破にザッケローニ氏は、カタールワールドカップでドイツを破った日本。その後、ザッケローニ氏がインタビューに答えています。この結果に多くの人が驚いていることに驚いてる。なぜなら日本は何年も前から結果を残しているからだ。覚えているのは、私が指導していた4年間でもベルギーとフランスにアウェーで勝っていますし、オランダにアウェーで2対2で引き分けていますし、メッシのアルゼンチンにも勝っています。これらは稀な結果ですが、今の日本の成長が明らかであることを意味します。そして、彼らは他の国のサッカーと比較して非常に重要な長所を持っています。それは彼らは個人主義的な選手ではなく、チームとして勝つことをとても愛しているということです。なのでピッチ内だけではなくピッチ外でも内部の協調やコラボレーションがあり、彼らはよく一緒にいて試合に立ち向かうために全ての力を合わせます。サッカーはチームスポーツなので11人でプレーすることが基本的な要素であることは全員すぐ理解できるでしょう。もしクオリティの高いチームであっても9人プレーし、最大のパフォーマンスを発揮できなければ、日本のようなチームに負けるリスクがあるということです。と評価。さらに、そして彼らはほとんどのチームとは異なり、早く、そして同時に持久力もあります。それは珍しいことです。これらの身体的な特徴はドイツとの試合で見せたように相手がインテンシティ、強度を落とした時でも彼らはとても高い強度を維持することができ、このような状況をうまく利用することを可能にします。私はこの結果が彼らに素晴らしい自信を与えたと信じています。なのでこの出発で彼らは間違いなく前に進むことができるでしょう。彼らは諦めることはない。彼らは前進し続けます。繰り返しになりますが、この結果は彼らに無限のエネルギーを与えるでしょう。と、以前から日本を高く評価していたザッケローニ氏に驚きはなかったようです。またアジアの国について、アジアは通常日本とオーストラリア、そして韓国です。これらの国と違う側ではイランとサウジアラビアが高いレベルにあります。彼らは他のアジアの国と比べ少し体格がいいです。サウジアラビアのプレーを見たり何度か対戦しましたが、彼らも成長しています。彼らは彼らの国でプレーすると言いますが、間違いなくイタリアでもプレーできます。と、成長しているのは日本だけではないと主張しています。ザッケローニと中田英寿の対談。
ザッケローニ氏が日本代表監督に就任した2010年、この年に行われたザッケローニ氏と中田英寿氏の対談についてご紹介します。以前に何度か日本にいらしたことはあったのですか？いや、一度もないね。でも日本に対しては遠くから見ているだけだったが、いつも親近感を持っていた。でもまさかこんな形で来るとは。オファーが来た時、あまり時間をかけずにすぐ承諾したんだ。日本にいいイメージを持っていたからね。過去に強豪クラブや代表チームからオファーをもらったこともあるが、行く気にはなれなかった。そうしていただいて日本人として嬉しいです。とにかく日本代表を見て最も心を打たれたのは、選手たちの成長したいという願望だ。私はこれから10年間で日本サッカーが大きく伸びると思っている。日本はドイツやアルゼンチンなどの強豪国に勝てるようにきっとなる。なぜなら選手個々の能力も高い上、海外で活躍する選手も増えてきているからね。僕の個人的な日本代表のイメージは、監督から言われたことはできるけど、自分たちから何かをやることはできない。その点が日本に欠けている部分だと思うんです。ボールをどこに出すべきかは監督ではなく選手が決めるべきなんだ。それと同時にボールを持っていない選手も仕掛けていかなければならない。選手が考え決断する、それが基本だ。選手はクリエイティブな発想を持たなくてはならないのだが、それはユースの頃から培っていくべきものなんだ。当時2年契約で日本代表監督に就任したザッケローニ氏、なぜブラジルワールドカップまでの契約ではなかったのでしょうか？私の持論だが、選手も監督も2年以上は同じチームにいるべきではない。なぜなら2年で全てを教えることができるからだ。選手は一人の監督から何かを習ったら、別の監督から新しいことを教えてもらう方が良い。強いリーグでプレーすることでより多くのことが学べると自らの経験から持論を語りました。残念ながらブラジルワールドカップではグループステージ敗退となったザックジャパンでしたが、日本代表でも見せてくれた攻撃的なサッカーは今なお印象に残っている人も多いことでしょう。日本代表ほど楽しかったことはない。過去にザッケローニ氏はイタリア誌コリエレディボローニャのインタビューに応じ、日本人選手の特徴について紹介しつつ日本代表時代を振り返っています。まず仕事に対する素晴らしい文化があると言える。技術的なクオリティではスピードや運動量に優れている。ただ日本人選手は個人主義というものを知らない。チームで協力してプレーし勝利することを好む。すぐにでもロッカールームの支柱になろうとするんだ。過去にはミランやインテル、ユベントスなどイタリアのビッグクラブの指揮官を歴任してきたザッケローニ氏、アジアでは北京国安やアラブ首長国連邦でも指導してきましたが、日本代表での指揮が40年にわたるキャリアの中で最も素晴らしい経験だったと強調。正直言って日本代表の指揮を取った時ほど楽しめたことはこれまでない。私のキャリアにおいて最高の経験だったと語り、日本での4年間を振り返っていました。何かが起こるアジア大会、日本代表監督時代の2010年、杭州アジア大会を視察に訪れたザッケローニ氏は驚くべき対応がなされたそうです。通常他国の代表監督が訪れればメインスタンドの VIP 席が準備されるはずですが、大会側が直前になって中国人にしか出せないと言い出し拒否するありえない仕打ちに出たのです。日本協会関係者は奔走し、一般席のチケット2枚をなんとか用意。ザッケローニ氏は文句も言わず、通訳とともに日本人サポーター用バスに同乗し会場入り。最終的にキックオフ直前に臨時 ID カードを入手し、ザッケローニ氏は VIP 席に近い安全な席で観戦することができたとのこと。五輪以上にハプニングが起きやすく、国と国の意地がぶつかり合うアジア大会、2026年名古屋大会では何が起きるのでしょうか。今回の動画は以上です。今回の件、あなたはどういう感想をお持ちになられましたか？ぜひコメント欄に感想をお寄せくださいませ。またこの動画がいいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧くださいませ。